人間は例外なくみんな最後は一人残らずいつかは死んでしまいます。それが早死になのか長生きなのか分からんけれども、この手を振ってるみんな、俺らも含め全員最後は死んでまうねん。いわば生きてる時は死ぬための準備のようなもの。笑って死ねるかな。いつ死ぬか分からん。できれば全員長生きして白髪で汚くなってもまたここで集まりたい。でも今日この日は最後。もう明日死んでしもてもええような、そんな夜を最後この曲でみんなでメイクしたい。宇治の太陽が丘さん、俺らに奇跡を。チェリーブロッサム。桜舞う桜が咲く、学は今のために。桜舞う桜が咲く、今日は明日のために。今年は来年のために。昨日とある人と別れて、人が旅に出て、今日この子生まれた。ある時泣き崩れて、またある時笑い壊れて、死ぬまでこのループ。自分で思ってるほどきっとあなたは弱くはないから、やまない雨なの。いくぞ今日さ。桜舞う桜が咲く、僕は今のため、桜舞う桜が咲く、今日は明日のために。残った声全部出せ。死んでしまえば腰までと言って消滅。頭と胸の中のもの以外は全て絶滅。悪の声していき、溜め込んだマネの罪、安慮の祈りしていき、スタッフも若手にそうよそうよ。なんで張り裂けそうな思いで空おいで、せめて今は直にここに裂け、緩やかに誇れ。晴れてよかったな。桜舞う桜が咲く、たくは今のため、桜舞う桜が咲く、今日は明日のため、桜舞う桜が咲く、人はいつか死に、そしてまた生まれる。